導きのようなことが多く起こり、引き寄せの素晴らしさを実感しています。私は上場企業で契約社員として働いていましたが、引き寄せの法則を試してみたところ、偶然が重なり正社員に昇格することができました。もちろん自分でもしっかりと行動しましたが、導きのような出来事が次々と起こり、まさに引き寄せの力を実感しました。これは自分にとって本当に最高の体験となりました。私が普段行っているのは、簡単にできる引き寄せのテクニックです。例えば、運転中や仕事の休憩中など、日常の隙間時間を利用して引き寄せを実践しています。先日、別の投稿で、お金入ってきたと声に出して言ってみる方法を知り、私もそれを取り入れてみました。その結果なのか、臨時収入が入ったり、人からご馳走になる機会が増えた気がします。偶然とは思えないような出来事や導かれたようなことが増え、本当に引き寄せの効果を感じています。さらに、私はありがとうや愛していますという言葉も、時間がある時にはよく口にしています。特に、自分に対して感謝や愛情を込めて、ありがとう、愛していますとつぶやくことで、気持ちが穏やかになるのを感じます。この小さな習慣が積み重なって、いつの間にか自分の機嫌が良くなり、気持ちが前向きになっています。そのおかげで、生活や仕事が好転しているように思います。引き寄せの力を信じて実践してみたことで、自分の中にあるポジティブなエネルギーが引き出され、さらにいい出来事が引き寄せられていると感じます。これからも続けていきたいと心から思っていますし、引き寄せって本当に素晴らしいと改めて実感しています。おめでとうございます。引き寄せの力が働いたと実感できる瞬間って、とても特別で素晴らしいですよね。導きのように感じた出来事、きっと数えきれないほどあったと思うのですが、特に印象に残っている出来事をぜひ教えてください。ありがとうございます。実はある朝のニュース番組で、施行される同一労働同一賃金について見かけたんです。それを見た瞬間、私も該当するのかなと気になり、思い切って厚生労働省の問い合わせ窓口に電話をしてみました。電話をすると、担当の男性が予想以上に親切に対応してくれて、あなたの場合それほど大きな格差があるとは思えないから、会社としっかり話し合ってみたらいいとアドバイスをくれました。いつもの私なら、どうしてもネガティブに考えがちで、やっぱり無理だろうなとか、どうせダメに決まっているといった思考にとらわれ、行動に移せないことが多かったんです。でも、ちょうどその時は引き寄せを始めたばかりで、ダメでも今の状況が悪くなるわけじゃない、言うだけ言ってみようと、自然と楽観的に考えられるようになっていました。こうしたポジティブな気持ちで面談に臨むことができたんです。そして面談で上司に話してみたところ、思いもよらない展開になりました。じゃあ正社員にならないかとあっさり提案されたんです。言い出したのは自分なのにすごく驚きました。楽観的に物事を考えることで、行動が伴い、その行動が結果につながったのだと感じました。この経験を通じて、ポジティブな考え方が行動の動力になるということを改めて実感しました。もともとネガティブ思考が強かった私にとって、楽観的に行動することは簡単ではありませんが、引き寄せを意識することで、少しずつ気持ちに変化が現れ始めています。こうした変化が、思いがけないいい結果に結びついていくので、引き寄せの力は本当にすごいと感じています。私の場合、願うという行為ではあまり物事が叶わないように感じていました。しかし、こちらで他の人の経験を読んでいるうちに気づいたことがあります。
何の根拠もないけれど当然こうなると心の中で思っていたことは、いつの間にか実際に現実となっていたということです。振り返ってみると、理由も確証もないのになぜか自信満々でこうなると思い込んでいた時ほど、結果が自然とその通りになっていた気がします。まるで心のどこかで当然そうなるはずという確信が根付いていたかのようです。そうした時に限って特別な努力や意識をしなくても物事がスムーズに進んでいたように思います。無理やり思い込もうとしているわけではなくて、当然だから当然なんだっていう自然な感じです。もしかするとこれが引き寄せの法則というものだったのかもしれません。意識してやるというよりも、自分の中で確信を持って当然のように信じていたことが結果として現実に影響を与えていたのかもしれないと思うと不思議な気持ちです。考えてみれば、心から絶対にそうなると無意識のうちに信じ込んでいたからこそ、自然と行動や言動もそれに合わせたものになり、結果として引き寄せが働いたのかもしれません。こうして振り返ってみると、ずっと引き寄せの力を使っていたのではないかと思えてきました。何かを強く願うのではなく、根拠がなくても当然のように信じていることが自然に叶いやすくなっているのかもしれません。引き寄せの法則がそうした心の在り方とも関係しているとしたら、何があっても落ち込まずにいい感じになるって思っていれば、これからの人生楽に楽しく過ごしていけるんじゃないかって気持ちが軽くなりました。ドラえもんの話で、頭に装着すると歩きながら見たい夢を体験できる VR のような機械が出てきたんです。のび太が最初にそれをつけてみると、パパの会社が大変なことになっていたり、ママが困っていたりと、まるで貧乏で不幸な出来事ばかりが起こる夢を見てしまいました。するとドラえもんが、悪い夢のダイヤルになってるんだねと言って、のび太に気づかせてくれたんです。そこでのび太は機械を一旦外し、付け直す際に、こういう世界で生きたいと、なりたい夢を具体的にイメージしながら理想の世界へ入り込んでいったんです。まさにこのダイヤルというのが、引き寄せでいうチャンネル、周波数を願望に合わせるということだなって思いました。普段イメージしにくいこともありますが、このシーンを見ているととても分かりやすく、なるほどと思ったんです。アニメの中ではこうした場面で無意識や心の切り替えが分かりやすく描かれているんですね。以前このスレで誰かが、ドラえもんは潜在意識みたいな存在で何でも欲しいものを出してくれるのに、のび太がやる気を出さないから願いが叶わずうまくいかないと書いていたのを見ましたが、本当だなって思いました。ドラえもんが持っている道具は、のび太が願いさえすれば手に入れられるものばかりですが、のび太自身がそのチャンスに対して本気で向き合わなかったり諦めてしまったりするため、結局は叶わずに終わってしまうことが多いんですよね。この構図は私たちの潜在意識ととてもよく似ていると思います。のび太が無意識のまま悪い夢を見てしまうことと、自分が望む方向に意識を向けることで理想の世界が見えてくるという対比が、私たちにとっても大切なヒントになるように思います。やっぱりアニメだからこそ伝わるメッセージもあるんですね。わかりやすいですね。何でも叶えてくれるドラえもんがそばにいるのに、のび太がやる気を出さずにいる姿にはなぜかのび太らしくていいねなんて思いますけど、誰にでも素直に願いを抱けない時ややる気が湧かない時ってありますよね。そんな時でもドラえもんはのび太のためにと必要以上に手を差し伸べることをせず、のび太自身がやるべきことはできるだけ自分でやらせようとしています。その姿勢にはのび太の成長や自立を見守るドラえもんの深い愛情が感じられますよね。ドラえもんがただ夢を叶えてくれる存在ではなく、のび太を導き成長を支える存在として描かれているところに、
彼の存在意義があるのだと思います。こうして考えると、自分にできることは自分で精一杯頑張ろう、そして自分の成長を信じようという気持ちが湧いてきますね。私はフリーランスとして活動していますが、昨年は本当にうまくいかないことが続き、売上も落ち込んでしまい、焦りと不安ばかりが募る辛い日々を過ごしていました。頑張っても結果が出ず、先の見えない状況に悩む毎日でした。しかし、ある時から引き寄せの成功談やポジティブな体験を少しずつ読み、そこから学んだことを自分の考え方に取り入れていこうと決意しました。最初は半信半疑でしたが、毎日少しずつ意識を変えていくうちに、だんだんと心の持ち方が変わってきたように感じました。すると、驚くことに、以前にはなかなか縁がなかった単価のいいお仕事や、長期的な契約の依頼が次々と舞い込んできたんです。ずっと挑戦してみたかった新しい分野での試みも少しずつうまく進み始め、やりがいや手応えを感じるようになってきました。この変化は本当に自分にとって大きなもので、改めて考え方一つで人生がこんなに変わるのかと実感しています。他の方々もおっしゃっている通り、強くこうしたいと願うというよりも、そうなって当然だという自然な感覚でいることが、引き寄せを促進してくれるのかもしれません。心のどこかで不安を抱えたまま、こうなりたいと願っても、潜在意識はその不安を感じ取ってしまい、引き寄せの力が弱まってしまうような気がします。それよりも、自分にとってそれは当たり前のことだと確信し、その感覚を保って過ごしていると、いつの間にかその望みが現実になっているように感じました。もちろん、引き寄せだけに頼るのではなく、実際に行動を続けることも大切です。引き寄せの考え方を取り入れることで、以前よりも自分に自信を持って仕事に取り組めるようになりましたし、前向きな心で日々の努力を続けることができています。引き寄せの法則を通して自分の意識が変わったことが、結果として現実にもいい変化をもたらしてくれたのだと感じます。私もフリーランスなので、あなたの経験にとても励まされました。やりたかったことがスタートできるなんて本当に素晴らしいですね。私も今、自分のやりたい仕事がすでにできているという前向きな気持ちで日々を過ごしています。このようなポジティブな心構えでいると、自然と自分が求める理想が近づいてくるように感じます。それから、まだ予定がなくても先に準備しておくといいという考え方が、引き寄せの法則においてもとても効果的だというのは実感します。実際、先日ちょっとした断捨離をしたところ、棚にわずかな空間ができました。その数日後、何気なく立ち寄ったドラッグストアで、たまたま激安になってるマスクが最後の一つになっていました。花粉症対策では欠かせないので買っておこうとすぐ購入し、家に帰ってその棚に置いてみると、なんとぴったりのサイズ。その瞬間、まるであの棚のスペースがこのマスクのために準備されていたかのように感じ、まさに引き寄せの力を実感しました。たかがマスクでしょう。って思うかもしれませんが、引き寄せだと思えるほどに本当にぴったりサイズだったんです。また、いつ男性が現れてもいいように部屋をきれいにしておいたら、自然と彼氏ができたという話を耳にすることがありますが、こういうことなのだなと納得しました。必要な準備を先に整えておくことで、引き寄せたいものや状況に心が整い、その結果として願いが実現しやすくなるのだと思います。やはり、引き寄せには環境や自分の心構えを先に整えておくことが大切なんですね。次は私も恋愛面で引き寄せを試してみたいと思って、彼氏が来てもいいように洋服を置くスペースのために断捨離したりしてます。今の自分にとって理想的な出会いが訪れるように、
少しずつ環境や心の準備を整えていきたいです。私は叶えたいことを大きめの付箋に書いて、部屋の目に入るところに貼り付けていました。こうして繰り返し目にすることで、自然とその内容が潜在意識に刷り込まれていくのを感じています。付箋なら、来客時にはさっと剥がせるので、気軽に続けられる点もいいところです。その付箋に、彼氏ができて嬉しいとか、思いやりのある彼氏に感謝していますといった願いを書き込んでいたのですが、驚くことに、そのままの通りの優しい人と出会い、交際を始めてから半年が経ちました。まさに自分の理想が現実になった瞬間です。私がずっと心に描いていた、こんな人に出会いたいという思いが、こうして形になり、今では日々の幸せを感じながら過ごしています。引き寄せの力が実感できるとても貴重な経験になりました。よく、部屋の片付けも引き寄せの法則に影響すると言われますが、この付箋を使った方法も組み合わせてみると、さらに効果が期待できるのではないかと思います。私の場合、部屋に理想の未来を象徴する言葉が貼られていることで、無意識のうちに気持ちがその未来に向かっていき、行動も変わったのだと感じます。毎日、視界に入るたびに少しずつ確信が深まり、自分にとってこの願いは当然の現実と心で納得していたんです。他の願いにも応用できるのではないかと思っています。例えば仕事や目標など、どんな分野でも叶えたいことを視覚化することで、目標が明確になり、モチベーションが上がりますし、自分の意識もその方向に向きやすくなります。こうした方法で理想を叶えることができるなら、簡単な工夫で日常に引き寄せの要素を取り入れ、もっとたくさんの喜びや幸せを自分の思い通りに引き寄せていけると思っています。ここ1週間で100万円近くの大金を手に入れました。ちょっと自分でもまだ信じられないけど、最高の気分です。これまでいろいろな引き寄せ体験談を見て、自分でもそのやり方を真似していたのですが、今思うと完全には自分に適応できていなかったのかもしれません。2ヶ月前、付き合い始めたばかりの彼氏がいたのですが、信頼していた友達に彼を取られてしまって、彼氏はそんな程度の男だったのか、いらないわ、ですんだけど、友達は信じてたので本当にショックでした。その時の不安や怒りで、仕事にも集中できず、日常生活にまで支障をきたすほどグダグダになってしまったんです。けれど、どうにかこの状態を変えたいと思い、とにかく欲しいものはすでにある、と心の中で思い続けることを意識しました。目の前の現実は見えるだけのものであって、それが全てではないと信じて、今ある状況を完全に無視するよう努めました。何度も、もう変化した。やった。とアファして、現実が自分の望む方向にすでに動いていると心に刻んでいったのです。また、なぜかわからないけど大金が手に入ったという199-3のアファメーションも同時にやりました。あとは楽しいドラマや好きな映画を見たり、ゆったり時間を過ごすことも心がけ、できる限りいい気分でいることを大切にしました。素敵な友達、彼氏がいる設定で日々を過ごしているからか、いい出会いが増えてきました。そしたら、驚いたことに、まるで偶然のように100万円が手元にやってきたのです。自分でもきっと今はすごくいい流れに乗っていると感じています。もう何でも叶えられるって信じれるし、このやり方が自分にはぴったりみたいです。これからはいい気分ですんなりと何でも叶えていきますよ。私は引き寄せの実現には意図が重要だと考えています。ここで言う意図とは、自分の中で 100% できると確信していることを行おうとする姿勢のことです。認識が変わり、現実は内面の投影であるといった考えが腑に落ちている人にとっては、引き寄せは実に簡単なことだと思います。しかし、
もし認識の変化がまだ完全でなく、叶わない可能性があるとか、実現するはずがないという思いが少しでも残っていると、糸がぶれ、引き寄せの効果は薄れるように感じます。それは自分のエゴの中で意図したつもりになっているだけで、内心では不安や葛藤が渦巻いている状態です。そのため、エゴを超えて意図する必要があるんじゃないでしょうか。自己観察や慈愛、セドナメソッド、さらにはアファメーションを通じて心を整えることで、それが可能になるのです。また、単純に、自分はエゴじゃないんだ、と割り切ってしまうことで効果を感じる人もいるでしょう。ちなみに私は自己観察や慈愛も試しましたが、効果は今一つでした。愛すとか許すと自分に言い聞かせても、逆に心の中で冷笑されているような気がし、セドナや自己観察で注目すればするほど、エゴが次々と出てきて収まらなかったんです。特にアファメーションを行うと、叶うはずない、無理だ、とエゴがさらに強く抵抗してくるのを感じました。何もせずにその声を聞いて、なるほど、そうかと受け流していると、エゴが落ち着いて黙っていくことに気づきました。その後、まあ願いが叶ってもいいけど、とエゴが言う程度に落ち着き、心も軽くなり、別の次元にいるような穏やかな感覚が生まれました。エゴはただ話を聞いて欲しかったのだと理解しました。自分がエゴを肯定し、受け入れると、エゴも安心するのです。エゴには人によって異なる特性があります。自分のエゴがどうして欲しいのかを見つけることは大切だと思います。愛されたいのか、認められたいのか、励まされたいのか、それを探って自分に寄り添うことが効果的な方法だと思います。断固無視できるという人はそれでいいと思いますが、意図する前にエゴと一体化しない状態を作ることが成功の鍵だと考えます。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。